皆さんこんばんは。さゆチャンネルのさゆです。はい、今日ね、整形からね、明日でね7ヶ月なんですね。7ヶ月、整形から7ヶ月経ちました。はい、今ね、糸の方はね、やっぱりそんなには整形前と変わらない状態、ちょっとね、ほらこの辺出ちゃったって言ってたから、少しはまだ持ってる感じ。糸がね、ほら溶けていく糸を使ってるから、徐々に元の顔に戻ってくんですよね。でこんな感じに多少この辺も出てきちゃってるんですね。こういう風に整形ほらした時はちょっとこう三角の顔になったんですよ。こういう風な感じね。でもちょっとこうね、もうだんだん下がってきちゃって、だから目の方はね、結構二重の方はねいいですね。でもちょっと最近ほらマスクでちょっとかぶれちゃってみたいな感じで、アレルギーまあね、たまに出てきちゃいますね。こんな感じで、こっちはこの半分からちょっとこの辺からちょっと痒くなって、ちょっと今日腫れてます。今日化粧してますけどね。でこっちはもうここの根元からもうちょっと痒いから、ちょっとこの辺赤くなってたんですね。化粧でちょっと今日隠してますけど、こんな感じになってます。で私ね、今日ね動画回したのは、まあ、整形のこともちょっと教えたかったんです。7ヶ月だよっていうことと、あとね、疑問に思ったこと、1週間の疑問をちょっとねまとめて、1週間分のものを出そうかなと思って。でね、疑問、どこからが浮気でどこからが浮気じゃないかって、ちょっと私疑問に思った、ね、変だけどね、私としては、私すごくやきもち焼きなんですよね。で2人で LINE してるだけでもちょっと嫌なんですよね。嫌なんです。で男の女の子と話してるだけでも、何話してるんだろう、何みたいな感じで気になっちゃうんですよね。2人でご飯食べ行く、飲み行くのもダメって感じで、皆さんどうですかね。男の方と女の方とまた考えが違う。女の方でも、LINE ぐらい別に友達だからいいんじゃないとかっていう人もいるしね。ご飯食べ行っても LINE しても、飲み行っても2人だけで別に何でもなきゃいいんじゃないのっていう、その人のことを信じていれば大丈夫じゃないっていう人もいるし、男の方の考えで、別に女の友達だから別にいいんじゃねっていう人もいるし、どうなんだろうっていうね、皆さんね、ちょっとご意見ちょっとあったらね、コメントいただけたらちょっと嬉しいですね。うん、あともう一点、どこからが友達でどこからが恋人未満、よく言いますよね。友達以上恋人未満、どこからの線なのみたいな、すごい私疑問に思っちゃって。あともう一点ね、私旦那さんとはね、初めて会った日にビビッときちゃってみたいな、嫌じゃないんだけど、この人と結婚するんだなっていうのが、ちょっと私はちょっとそれがあって、結局結婚したんですけどねその時ね、私彼氏がちょっといたんですね。でそれなのに、初めてどこで会ったのか、どこだったかな、なんか会った瞬間に、この人と私は結婚するんだって、彼氏がいながらですよ。私彼氏がいながら、そのね、旦那さんになる人、男のね人と会った時にビビッときちゃったんですね。おかしいなって。もうこの彼氏とはね、結婚する予定だったんですね。もう親に会う話にしてたんで、それがね、こっちのじゃなくてこちらの方の人とね結婚しちゃってみたいなそんな感じでね、ちょっと今日はね動画ね回しました。ちょっと最近つくづくね、仕事も疲れちゃって、もうこの間は泣きながらね家に帰って、その辺がね、私はこんなに働いたい、いいことがあるのかなって、ちょっとね、またそれもね第2弾にしてね、話していきたいと思います。はい、ちょっとね、今日途中かなって、話が途中かな、またねチャンネル登録していただければこの続き聞けますのでね、皆さんどうぞチャンネル登録お願いします。じゃあ今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。じゃあね。
バイバーイ。